はい、ということで完成しました。今回バレンタインも近いということで YouTube でもたくさんこういうチョコを作った動画が上がってたので、今回企画的に半分ただ僕がやってみたいというふうに思ったので日本酒を入れて作ってみようかなと思いました。ということで早速食べてみたいと思います。いただきます。うん、美味しいですね。ただ食べた時にがっつりこう日本酒っていう感じではないんですけど、日本酒の甘みだったりこのコクっていうんですかね、旨味もあるじゃないですか。この旨味も加わってるような感じですね。でチョコレートっていうとブランデーだったりラム酒なんか入れると思うんですけども、そういう香りがすごくつくというよりは、まあ、コクと、まあ、ちょっとこう苦味と酸味とコク深さが加わったような感じがしますね。で今回この日本酒生チョコを作るにあたって参考にさせていただいたレシピがありまして、明治さんのホームページにこの日本酒生チョコの作り方が載っていたので、それを参考にして作ってみました。日本酒と合うのかっていう、うん、日本酒とも合いますね。日本酒に関しては今回獺祭を使ってみたんですけど、やっぱりこうチョコに負けないような香りや甘みのある、まあ、吟醸系のお酒ですねを使うのがいいかなというふうに思います。今回は獺祭を使ってみました。で結構失敗もしたので動画内では全部お伝えできなかったんですけど、まあ、どういった点が失敗したとかどうやったらうまくいったっていうのも説明欄に書いておきますので、もしよければ参考にして作ってみてください。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それから登録者さんが2000人を超えましたのでありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ハッピーバレンタイン。